言語地理学は、音声、文法要素、語彙などの地理的分布に基づいて、言語の変遷を考察する歴史言語学の一部にや、方言地理学とも呼ぶ。言語地理学では、通常いくつかの地点で、現地調査を行い、その分布を言語地図の上に記し、なぜそのような分布を示すかを考察し、それによってより古い時代の言語分布を再考する。言語地理学は、 比較言語学と同様、歴史言語学の一分野であるが、比較言語学が同型語の対応によって、言語の歴史を明らかにするのに対し、言語地理学は地理的な分布によって、言語の歴史を明らかにする。また、比較言語学が言語の内的変化を強調するのに対し、言語地理学は環境に注目する。言語地理学は原則として、現代の話し言葉を対象とし、 比較言語学の祖語や構造言語学のラングといった抽象的な存在を必要としない。言語地理学的研究は19世紀ドイツのゲオルク・ベンカーに始まる。ベンカーは方言の区画分けを目的として地理的分布を研究したが、調査項目ごとに異なる分布が現れ、結果は期待を裏切るものだった。ベンカーの研究は没後、ブレーデによって、 ドイツ言語地図としてまとめられた。一方、フランス言語地図を作成した、スイスのジュール・ジリエローンは、比較言語学に対する批判が強く、語がそれぞれ別の統合線を持つとして、語ごとの研究を発表した。日本での方言地図の作成は、上田和俊と国語調査委員会による調査があり、1906年には、東西方言の代替の境界を明らかにした。これは、 ベンカーの研究のことを知って、日本でもやってみようとしたものだったが、方言の区画分けを目的とし、言語地理学的研究とは言えない。W.A. グロータースによると、日本に初めて言語地理学を紹介したのは、1909年にフランスでジリエロンのクラスに出席していた新村でだという。昭和初期には、小林秀夫がアルベールドーザを日本に紹介した。 銅座の言語地理学の著作は、後に松原修司によって言語地理学の題で翻訳された。また、エミも言語地理学を出版した。また、柳田国夫は言語地理学的な研究を実際に行った。その最も有名な成果が、下牛校である。柳田は1922年から翌年にかけて、ジュネーブに滞在した時に、銅座の言語地理学を読んでいた。 柳田は方言区画論を唱える東条三沢と論争を行った。柳田の方言集権論は有名になったが、カタツムリを意味する語の分布は実際には非常に複雑で解釈が難しく、また集権論と逆の分布を示す場合もあることが知られている。第二次世界大戦後、国立国語研究所が日本言語地図の作成を計画し、 そのための調査を1957年から1965年までかけていった。日本言語地図の準備として、柴田武氏、徳川宗政 W.A. グロータースは1957年、1959年、1961年には、糸井川地区の180の地点を対象に調査を行った。言語地理学には、次のような三原則がある。 言語地理学における概念を挙げる。ありがとうございます。